さて、それではここからは後編をやっていきましょう。2ヶ月に一度買ってよかったウイスキー特集ということで、後編はボトラー系やプライベートボトル系のウイスキーをさらに7本紹介していきます。前編では蒸留所からオフィシャルで出ているボトルを中心に8本、そして後編は蒸留所から原酒を買い取る形でユニークなタイプや個性豊かな香味が揃うボトラー系のウイスキーを中心に紹介していきます。このシリーズでは2ヶ月に1度、月末に直近の2ヶ月間で買ってみて美味しかった、特に印象に残ったウイスキーというのをまとめて語っていきますので、この動画見ていただいていいなぁと思っていただけましたら、概要欄やコメント欄に貼ってある前編もご覧いただけると嬉しいです。それでは早速後編もやっていきましょう。さて、まずは合計9本目がこちらでございます。最近の私の紹介の中でもたびたび登場している夏を乗り越えるリンクウッドということで、ホグスヘッドインポート社のリンクウッドでございます。これね、もう全然ないんですよね。もう1本買いたいぐらいです。このリンクウッドは 48% という度数が絶妙で、先月買ったばかりなのに本当にね、一瞬で中身が減っちゃいましたね。ウイスキーはなぜ減るのか、皆さんのロムテイスト、口頭諮問もお待ちしております。特に最近このリンクウッドはボトルの登場も多くてですね、花と動物シリーズから飲んだ方にもいろいろこう展開していけるボトルっていうのも多く登場してるんですよね。あまり人を選ばない爽快ですっきりとしたフルーティーさを持つものも多くて、ファンを増やしているのかもしれないですね。もともとこちらをストレートで飲んでいただくと、青リンゴガムやミント、すっごく爽やかな香りがあって、さすがのリンクウッドだなぁとなりました。さらりとした優しい口当たり、すっきりとした酸味と青々としたフルーティーさ、全体的にはシンプルな特徴なんですけれども、とっても綺麗にまとまった1本ですので、ボトラー系の入り口としても試してみてほしい、そんな1本でございます。この夏はね、リンクウッドに支えられたと言っても過言ではないので、もし見つけた時には試してみてほしい、そんな1本でございます。さて、続いて合計10本目がこちらでございます。シングルモルトスコッチウイスキーリンクウッドのこちらフェイブルのシリーズですね。こちらを取り上げていきましょう。続いてはグーアを題材としたスコットランドのボトラー系のウイスキーで、静岡県にあるガイアフローさんが輸入している、それがこのフェイブルシリーズですね。イギリスのグーアに基づくストーリーが各チャプターごとに振り分けられていて、そのチャプターごとにウイスキーがリリースされております。これはチャプター2としてリンクウッド蒸留所から出た1本なんです。リンクウッドはね、この夏に本当によくよく飲んでおりました。こちらのボトルに関しては先ほどのホグスヘッド社とはまた違う印象でして、すっきりとしたレモンや蜂蜜、ジンジャー、バニラクリームっぽさ、それからクリーミーでもっとボリューム感のある要素っていうのが強かったですね。リンクウッドというと一つ前に取り上げたこの爽やかで綺麗な印象とかすっきりとした印象のものも多いですけれども、これは割とまったりとした舌触り、レモンや蜂蜜感がしっかりしていて、近い年数でありながら個性がガラッと違うタイプだったので、飲み比べしていただくっていうのもかなり贅沢でいいんじゃないかなと思いました。そしてこのいつかね、フェイブルに関してはチャプター1から最後まで並べたメンバーさん向けのアルティメット飲み比べ動画もできたらなと思いますんで、ぜひね、楽しみにしていただければと思います。さて、11本目のボトルがこちらでございます。シングルモルトスコッチウイスキーロッホローモンドから信濃屋さんと徳島のバー河野さんのプライベートボトルのコラボレーションでございます。河野さんのボトルは以前取り上げたグレンマレーしかり、本当にいい選出といいボトルが多いんですよね。毎回選出を楽しみにしております。これはスコットランドの南ハイランドにある巨大な生産拠点の蒸留所、ロッホローモンド蒸留所のウイスキーです。それこそ樽を作る樽工場からモルト、グレーンの作り分けなど、ウイスキーの蒸留所としては本当ね、もうデパート的な感じで何でも揃う蒸留所なんです。特徴としてはケミカルなキャンディーやシロップ的なまったりとしたフルーティーさが特徴で、洋梨やパイナップルなどの香味が目立つものも多いですね。そんな中でこちらのボトル、2014年蒸留、8年熟成と割と若めなタイプでボトリングされてます。こちら8年って若くないと思われるかもしれませんが、若いからこそ感じられるそのフレッシュなフルーティーさですとか、樽に染まっていない個性を楽しむこともできるんですね。そしてこちらの1本はレモンですとか、綺麗で軽快なフルーティーさがあってとっても良かったです。多少の紙っぽさとか、かすかにパイナップルウォーターのようなニュアンスがあって、全体的には黄色いフルーツ感、黄色い感じの印象が強かったですね。しっとりとした質感と、飲んで中盤から出てくるこのケミカルフルーティーな感じも良かったです。何よりストレートも美味しいんですが、
こちらね、ちょっと贅沢なんですけれども、ハイボールも美味しかったですね。ハイボールにした時の綺麗に伸びていくレモンやグレープフルーツの印象や酸味っていうのが心地よくて、夏にぴったりなウイスキーだなぁとも感じました。これはね、素直に美味しいので、見かけたら試してみてはいかがでしょうか。さて、続いての一本はもう見た目も華やかなこちらでございます。シングルモルトジャパニーズウイスキー明石から、金光さんのプライベートボトル、シングルモルト明石2013-8年ワインカスクフィニッシュでございます。もうね、色がすごい色ですよね。本当に美しいです。続いてはかなりリッチでしっかりとしたこのワインダルのベリー感、ジャムっぽさを楽しめる明石が登場しましたので、こちらを紹介していきましょう。これはシングルモルトジャパニーズウイスキーということで、日本の蒸留所兵庫県の明石の原酒がボトリングされてます。明石というとちょっと前だとね、独特の若さを感じる部分がありましたが、最近メキメキと実力が上がっていて、特にね、美味しいリリース増えましたよね。そしてこちらの1本は3年間バーボン北西戸樽で熟成した後に、味わいを見ながら日本のワインを詰めていたワインダル、こちらで熟成のフィニッシュを行っているということなんですね。1年、2年、3年とワインダルで仕上げていたところを、3年でワインダルの風味が乗って、5年も経てば一気に味わいや色も濃くなったということで、今回は3年プラス5年、8年熟成でリリースされました。やっぱりね、このリッチでエレガントな印象のウイスキーでしたね。赤い果実のジャムですとか、黒ぶどうの皮とか、カシスやプラムの印象が広がる、フルーティーさを極限まで煮詰めたような印象で、かなり満足感のある一本でした。これはね、ぜひ一度試してみてほしいので、今回取り上げさせていただきました。明石の印象がガラッと変わる一本なんじゃないかなと思いますので、見かけた際には味わってみてはいかがでしょうか。さて、続いて13本目がこちらでございます。シングルモルトスコッチウイスキーのベンロマック、信濃屋さんのプライベートボトル。こちらのボトルに関しては1898年設立と歴史の長いスコットランドのスペースサイドでも隠れた人気のベンロマック蒸留所のウイスキーでございます。ベンロマックって一言で言うのであれば、松の葉でいぶしたような香ばしいスモーキーさ、ちょっと湿度が高めな針葉樹林のような土っぽさ、そしてシェリーダルのドライフルーツ感が際立つ、いわゆるスモーキー系なウイスキーとしても知られてますね。ただ今回のこちらのボトルは原酒の個性が拾いやすいバーボンカスクで熟成されてます。通常のこのベンロマックはオフィシャルボトルをはじめとしまして、シェリーカスクの特徴が際立つラインナップが多いんですけれども、今回はファーストフィル、バーボンバレルで熟成されています。特徴としては深いバニラ香とスモーク、松の葉でいぶしたようなスモーク感ですとか、シトラス系のピールだったり、とにかくね、この爽やかさとバニラ香とスモーキーさがかなり深く混ざっていて美味しいですね。そして何より飲んだ時のこのテクスチャー、味わいの立体感が絶妙で、優しい甘みと柑橘系のフルーツと、そしてバニラが広がる美味しいベンロマックでございます。正直これはね、ストレートで飲んでみてうっとりする魅力が詰まっているので、あと 2,3 本くらいは欲しい美味しさでした。特にそのバーボンバレルの熟成の良さが全開な華やかで明るいベンロマックでございますので、試してみてはいかがでしょうか。もしね、こちらのベンロマックお好きでしたら、ベンロマックシリーズのピートスモークもおすすめですね。こちらはもっと明るいバニラ香や柑橘系のフレーバーが広がりますので、こちらをね、もっと軽快なタイプとして試してみてほしいです。さて、続いての一本は7月8月でも MVP 筆頭候補の一つ、こちらシングルモルトスコッチウイスキースペイサイドのダフタウン蒸留所の一本を紹介していきましょう。こちら信濃屋さんのプライベートボトルでございます。いやー、これはね、もう一口飲んで本当に美味しかったです。本当にいいウイスキーでしたね。この甘みと青々とした香りのバランスが絶妙です。ダフタウンって言いますと、オフィシャルのボトルでもあんまり知名度が高くない印象なんですけれども、結構バランスが良くて、いい意味で中庸的なバランスがよくまとまってる、そんなイメージでございます。それがこのボトルというのは、青肉メロンの上にホイップクリームを乗せたような、そのクリーミーさと綺麗な甘みがあるんですよね。さらに優しいウリ系の香りに、綺麗に磨かれた麦芽の甘みですとか、そら豆のようなちょっとね、この青々とした甘みの印象がありまして、素直に美味しいウイスキーでした。多分こういうウイスキーこそ、ウイスキーのエントリーの方が飲んでみて、あ、こういう香りのものもあるんだな、ウイスキーって美味しいなっていう風に気づく、そんな可能性も秘めたボトルなんじゃないかなと思いましたね。とにかくこのこなれた麦のクリーミーな甘みと、ウリ系の青々しさが際立つ美味しいボトルでございました。さて、後編最後のボトルがこちらでございます。
シングルモルトスコッチウイスキーグレンバーギーからシグナトリーのこちら1995年9号ヴィンテージのグレンバーギーでございます。これはねもう多くを語る必要がないくらい本当に素晴らしいボトルでした。最後はこれはやばかったという、これからまだまだしかも封切りしてから変化していきそうなボトルということで、こちらのグレンバーギーを紹介していきましょう。グレンバーギーはよく95年ヴィンテージが当たり年の一つとして言われていて、最近では3万以上の値段がつく、なかなか入手が難しいウイスキーになってきましたね。その中でこのボトル、とある M 川蒸留酒販売さんで20本以上の在庫が急に現れてですね、しかも3万円を切るお値段で出ていまして、これめちゃくちゃお得じゃないかな、いいんじゃないかなと思って、気づいたら1週間で売り切れてましたね。恐ろしいやグレンバーギー、これはね多分いろんな方に見つかってしまったんでしょうね。そしてこちらの1本はもう黄色いフルーツ感が綺麗に詰まっていて、長期熟成のグレンバーギーの美味しさが詰まっている、そんな1本でございます。ただこの封切りしてからちょっと経ちますけれども、まだまだ香りが開いていきそうな、これから伸びていきそうな、そんな印象を受けました。素直にいいウイスキーだなーって浸れるのと、これから栓をして1年くらい様子を見たい、そんなガラッと印象が変わるんじゃないかなっていうポテンシャルを秘めたウイスキーでございます。これからも自宅で大切に育てて味わっていきたい、そんなフルーティーさが全開の美味しさを持つグレンバーギーが買えましたので、今回15番目に紹介させていただきました。もうね色が美味しさを語ってますよね、本当に素晴らしいです。さていかがでしたでしょうか、お楽しみいただけましたでしょうか。正直この7月8月も魅力的なウイスキーが多すぎて、本当にどれにしようかかなり悩みました。これ飲んでみたいとか気になるとか、他にもねこれ美味しかったよっていうものがあれば、ぜひコメント欄に書いておいてください。この動画参考になりましたら、ぜひとも最後にグッドボタン、それからチャンネル登録で応援どうぞよろしくお願いいたします。いやーもうこの中から一番選ぶのは難しいですね。その飲むシーンだったり、こんな味わいが欲しいかなっていう時に、そのね欲しいウイスキーって変わってくると思うので、絶対的な一番っていうのはないんですけれども、この中からさらに一つ美味しくいただいていきたいと思います。いやーどれにしようか迷いますね。皆さんもグラス準備いただいて乾杯していきましょう。さてこちら準備完了いたしました。いやーもうね注いだ瞬間からとんでもなくフルーティーな香りが漂ってきて、いやーもうねこの時点で幸せですね。それでは飲んでいきましょう。今日も一日お疲れ様です。乾杯。これはヤバーギーですよ、ヤバいバーギー、ヤバーギーですよ。では香りから。あーすごい、もうねグアバとかトロピカルフルーツ感がすごいですね。黄色い桃だったりとかグアバとか、マンゴーのちょっとスライスしたようなイメージですとか、他にもココナッツであったりバニラ、すごいですね。もういろんな要素が見えてきて、白いお花ですとか、うわーもうとんでもない香りがしてきます。ではいただきます。もうこれはもう一つの完成形の美味しさですね。もっともっと香りがこの後開いていきそうで、本当楽しみなボトルです。素直にいいウイスキー飲んでるなーっていう気分になりますね。もうこの一口でも今日はもう何でもいいやってなっちゃうくらい、それくらいね一日のこの影響力が強い、飲んだ後の陶酔感とか、もうこの後何もいらないんじゃないかなっていうぐらい素晴らしいウイスキーだと思いますね。これね度数違いで2つこの9号ヴィンテージあるんですけれども、一樽でバッティングされていないタイプのこのカスクがおすすめですんで、よかったらね試してみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回はこの前後編含めまして、買ってよかったウイスキー特集7月8月編をお届けしてまいりました。正直ね本当にこのもうねめちゃめちゃ暑い夏の中でウイスキーをストレートで飲む、なかなかクレイジーだと思うんですけれども、それでもね本当にいいウイスキーばっかりでございましたんで、いやーもうウイスキーはもはや時期関係なく、最近はいいボトルがいっぱい出てるなぁと感じました。その中で7、8月はかなりね抑えて厳選して紹介していきましたので、参考になりますと嬉しいです。このように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方、テーマ予算別ウイスキーまとめ紹介など様々な動画を上げております。今回の動画に関連する動画、関連動画、おすすめ動画に上げておりますので、概要欄コメント欄チェックしてみてください。他にも動画内で登場しましたこちらオリジナルコルクコースターですとか、
保冷本どちらもいけるサーモタンブラーなどなど、家飲みが楽しくなるグッズセルジオウイスキー商店で揃えております。概要欄コメント欄にそれぞれ貼ってありますので、よかったら遊びに来てください。そしてメンバーシップ機能もありまして、このメンバーさん限定のプレゼント企画、メンバーさん限定のねクローズな YouTube ライブなどもあります。こちらも遊びに来ていただけるととってもとっても嬉しいです。励みになります。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。やるじゃないか。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。いやー、もう最後にね、この9号バーギー飲めたが本当幸せなんですよね。私やっぱりグレンバーギーに一度もう恋をしてからずっとそこから追いかけてるわけなんですけれども、他にもグレンロッシーとかオスロスクとかマノクモアとかアランとか、本当にね好きなウイスキーリンクッド含めていっぱいありましてですね、個人的に9号バーギーで美味しかったウイスキーをそこで今回はちょっと紹介していこうと思います。まずはこちら、京都ファインワイン&スピリッツさんのグレンバーギー1995ヴィンテージですね。これはね、やっぱり京都さんのボトルって樽の感じがあんまり強くなくて、すごく綺麗なボトルが多いんですよね。こちらは先日名古屋で開催されたこの京都ファインワイン&スピリッツさんのテイスティング会に行ってきたんですけれども、このグレンバーギーが正直優勝でした。もうね、飲んだ瞬間、香りを嗅いだ瞬間から、なんて綺麗で可憐な香りなんだなと思って驚いたんですよね。これに関しては1本4万ちょっとするけど、まあしょうがない、これはグレンバーギーだったらもう捧げてもいいかなということで買っていきました。それに比べるともうちょっとこちらの今回のボトルの方が黄色フルーツ感というのが主張が強いかなと思います。さらに今年登場したボトルで言いますと、こちらですね、バーバーンズさんとウイスキーファインド共同ボトルとなります。このねグレンバーギーもやばかったですね。これは多分今まで飲んだグレンバーギーの中で一番感動の大きさがあったかもしれないですね。あ、9号バーギーって素晴らしいなぁと感じさせてくれた、そんな素晴らしい一本でございました。どれか見かけた際にはちょっとね一口味わってみてほしいなということで紹介していきました。それでは皆さん、ぜひ次回の9号バーギーでお会いしましょう。 See you next time。 またね。よろしくお願いします。